一から学ぶ高校受験数学。今回は中2の第29回、角度平行線をやっていきます。ということで、今回からしばらくね、図形問題をやっていきます。その図形の中でも、まずは角度について、この角度を攻略していきましょう。で、今日の授業ではね、その角度の基本的な知識、これを確認していくね。じゃあ、いつも通り動画の概要欄から授業のプリント印刷できますので、ぜひ印刷できる人は印刷して学んでみてください。ということで、早速、 今日のポイントからいくね。皆さん、まずは角度について覚えなきゃいけないこと3つあります。この3つのことを覚えていきましょう。ということで、覚えようの1つ目です。1つ目は、直線2本が交わってる。こんな風にね、罰印になってる時のポイント。その時は、うん、みんなもなんとなくわかると思うんだけど、罰印があるとね、例えば、左と右、この反対同士の角、 この赤色同士だね。これは、そう、同じ大きさになります。そして、上と下、この上下の反対同士も、そう、角度は同じになるんだね。この緑同士みたいな感じで、角度は同じになります。実は、この関係、これ名前がついててね、このことを、体調角というからね、しっかり覚えておこう。反対の頂点の角ということにね、体調角と。 いうからね、この漢字もみんなしっかり書けるようにしといて。よく中学生だと定期テストで出るからね、覚えておこう。体調ッ OK? 漢字もしっかり覚えてね。いいでしょうかじゃあ、このことを使った問題が今日の例1の問題にあるから、ちょっと一緒にやってみようね。じゃあ行くよ。例1。次の図で書く X は何度ですかということで、括弧1番。ここが115度。そしてここが X なんだね。 で、X を求めなさいということなんだけど、うん、もうみんなこれすぐにわかるよね。そう、バツ印が今回もここにあるね。そして、この115度とここの X は、そう、ちょうど反対同士の角です。つまり、そう、さっきやった、この対頂角という関係だね。書いておくね。対頂角の関係です。そう、対頂角の関係ってことは、そうです。角度は同じってことだね。 だから、X の角度はそのまんま、X は115度ということになります。できたでしょうか ?OK? じゃあそしたら次、括弧の2番もやってみよう。括弧二。2。弧の2番は、1、2、3本直線があるよね。うん、3本あってね、複雑に見えるかもしれないけど、そう、みんなが押さえるのはね、×印の反対同士、同じ角度だってことだね。 じゃあ、ちょっと丁寧に見ていこう。例えば、等しい角度、わかるところ。先生がね、今、緑色で印をつけたバツ印見てみよう。そうすると、そう、この47度と反対の角のところ。そうだね。ここ、X の右隣のところ。ここにあるよね。そう、つまり、この緑同士、体調角の関係だから、そう、こっちも47度と、わかるんだよね。OK、こんな風に見つけていってね。 そしたら他のバツ印見てみよう。例えば他には、今度はね、このオレンジ色のバツ印のところ見てみてね。そうすると、そう、ここ見ると37と反対のところがあるよね。そうです。こっちにあります。つまり、こっちのオレンジ色のところも37度ということだね。ここまでみんな分かったかなそしたら、もう最後、見て気づくこと。そうです。このオレンジの37と X と緑色の47この3つ全部合わせると、そうです。ちょうど半周分になるよね。つまり、よいしょ。ここからここまで。半周分だから、そうです。360度。一周の半分だから、180度だね。よいしょ。この赤色の角度は180度です。つまり、そう。赤色の180度から、オレンジの37、緑色の47、 この二つ取ってあげたら残るのが X だよね。ということで、X はって言ったら、180引く47たす37。はい、計算すると、47たす37、ここがね、84となるからね。180引く84で、これ96度ってなるよね。 OK? ということで、今回の答えは96度ということになります。いいかなこんな風に×印があった時の性質、対頂角っていうこの角度をね、しっかり覚えておこう。じゃあ、そしたら、次の覚えようのポイント、二つ目です。二つ目は、今度はね、平行な線があって、この平行な線をぶった切るような一本の直線がある場合です。OK? 平行な線があってね、それをぶった切る一本の直線がある場合。 この時、実は等しくなる角があるんだよね。はい、どこかって言ったら、例えばこの赤色同士のところ、そして緑色同士のところ、実はここが同じ角度になります。覚え方としてはね、例えば赤色同士ってどっちも左向きの角同士だよね。そして緑色の角同士って、これって倒れかかってる角だけど、うん、右同士の角だよね。 こんな風に同じ向き同士の角っていうのは同じ大きさになるよってこと。このことを名前を同じ位置の角と書いて同位角というから覚えておいてください。OK? これもしっかり漢字で覚えておいてね。同位角と言います。OK? じゃあそしたらね、実はこんな風に平行な線があって一本の直線がぶった切ってる場合、他にも等しくなる角があります。それがどこかって言ったら、 じゃあ、同じような図、先生こっちに書いてるけど、こっちの下の方を見てみてね。はい。どこが等しくなるかって言ったら、この赤色同士の角、緑色同士の角、この赤色同士、緑色同士は同じ大きさになります。覚え方としてはね、赤色同士、これって今度は、そう、反対の向き同士だよね。そして、緑色の角同士もこれ、反対の向き同士だよね。ということで、 この赤同士、緑色の角同士、これ名前を、錯覚というから覚えておいてください。錯覚。OK? この錯覚の差っていう漢字、近辺に昔と書いてね、さっと読みます。OK? でね、この錯覚、なかなかね、問題になった時に見つけづらいっていう人がいるから、簡単な見つけ方も教えとくね。実はこの錯覚、別名を、 とと書書くく言ったりもします Z 書くどういうことって言ったら、実はみんな、この図の中に Z の字があるのはわかるそうです。例えば、よいしょ。今先生が赤色でなぞったところ。お、ここに、そうだね、Z があったよね。こんな風に Z が図の中にあれば、この Z のとんがってるところ同士。OK? ここが等しい角度、錯角になるよってことだね。 OK? ということで、錯覚見つけづらいという人はね、Z 角っていうことでね、Z の字を見つけるとね、このとんがってるとこ同士、同じ大きさだということで、すぐ見つかるはずです。もちろん、緑同士も同じ。よいしょ。Z だけじゃなくて、もちろん、逆 Z でも OK です。いいかななんかすごい倒れかかってるね、えー。この緑色の Z あるけどさ、この緑色の Z も、このとんがってるとこ同士、よいしょ。同じ大きさになるんだね。 OK? ということで、みんな見つけ方としては、Z、逆 Z をね、図の中にあれば、錯覚があるんだってことね。これで考えてみてください。じゃあ、そしたらね、例2の問題で、早速、この同位角錯覚確認してみよう。じゃあ行くよ。例2。次の図で、L と M が平行のとき、X は何度ですかということで、カッコの1番。L、M、平行になってるね。そして、1本の直線がそれをぶった切ってます。 お、まさにさっきみたいな図の状態だね。そしたらみんな、今回これ図を見たときに、X と等しくなる場所があるんだけど、すぐにわかるかなそうです。どこかって言ったら。ここの X と、そうです。ここの50度。そう。どっちもこれ右向き。つまり同じ向きだから。そう。このことを同位角って言うんだよね。OK? この赤色同士、同位角です。はい。ということは、 もうみんな X 分かったよね。そう、X はって言ったら、こことここ同じ大きさだから、答え50度ということになります。いいでしょうかということでね、カッコ1番の答えは50度。じゃあ同じようにカッコの2番行こう。カッコ2。はい、カッコの二番もね、平行な線があって1本の直線があります。これももうみんなすぐにわかるから。そうです。今度は、ここの X と、そう、反対向きの角があるよね。 そう、まさに、さっき言った、Z 角。はい、ここに Z があります。この Z の、そう、尖ってるところ同士、同じ大きさなんだから、そうです。これのことを、錯覚と言うんだよね。はい、漢字しっかり覚えておいてね。錯覚。はい、ということで、X の角度分かりました。はい、X は67と同じだから、答え、67度と。 いうことになります。はい。慣れてきたでしょうかじゃあそしたら次の、カッコの3番、カッコの4番です。次、カッコの3番、カッコの4番。これ見ると、そうだね。平行な線があるけど。今度は1本の直線じゃなくて、途中でボキって曲がっちゃってるよね。カッコの4番も同じです。1本の直線じゃなくて、途中でボキって曲がっちゃってる。こんな風に、平行な線があってね、直線が1本だけじゃなくて、 途中で直線が曲がってる場合、この場合は、そう、もちろん同位角とか錯角、すぐには使えそうにありません。じゃあどうやって解くのって言ったら、これがね、テストとかでも差がつくポイントだから覚えておこう。ということで、ポイントです。今回みたいに、くの字、逆くの字がある場合、こんな風にね、直線が曲がってる場合です。どうすればいいかって言ったら、こういう時は、折れ曲がりを通る、 平行線。これを引くと、実は簡単に溶けちゃいます。いいでしょうかどういうことかって言ったらね、今回、この曲がってる部分、ぐりぐりぐり、ここ。そしてカッコ4番も同じ。折れ曲がってる部分、ぐりぐりぐり、ここにあるよね。こんな風に、折れ曲がってる部分、ここを通るように、平行な線。OK? この L とか M と同じように、 平行な線をバスッと。実は引いたら簡単に解けるようになります。じゃあ早速、カッコの3番。ここを通るように平行な線引いてみよう。はい。ということで皆さん、平行な線引けたでしょうか ?OK。そしたらさ、みんな、こんな風に平行な線を引くと、さっきやった同位角だったり錯角。これがいっぱいできたのは気づくかなそうです。まず気づかない人はね、どんな風に見たらいいかって言ったら、これ。 上だけ、そして下だけと分けて見てみてください。例えばそうだな。よいしょ。こんな風に下半分隠してね。ここの上の部分だけ見てみて。そうするとみんな、39と、そう、錯覚の場所があるよね。そうです。Z の字が、そう、みんなここにあるのには気づくかな。そうだね。あったよね。つまり、そう、ここの部分。 この緑色のとこ、ここが同じ錯覚で39度と分かるはずです。いいでしょうかそしたら次、今度は下半分だけ見てみよう。はい、下半分見ると、そうです。26度と、そう。また錯覚のとこがあるよね。どこかって言ったら、ここの26と、そう。分かるかな ?Z の字。ここに、よいしょ。あるから、そう。ここだね。ちょっとちっちゃいけど、この部分。 この部分が26度と。はい、わかるはずです。いいでしょうかそしたらもうみんな、X の角度わかるようになったのは気づくかなそうです。X はね、これ上から下までだったよね。ここの角度はって言ったらそう、もうあとは緑色の39、オレンジ色の26足してあげたらいいよね。ということで、X はって言ったら、39足す26の そう、65度と分かるはずです。いいでしょうかということで今回の答えは65度ということだね。はい、同じようにカッコの4番目やっていこう。はい、カッコの4番もここ曲がってるから、そう、平行な線を引けばいいんだね。じゃあ引いてみるね。はい、ということで皆さん引けたらいいでしょうかそしたら引いた後は、そう、さっきと同じ。上半分だけ、下半分だけということで見てみよう。うん、そしたら今回。 そうだね。下半分だけ見たら気づくことがありそうだよね。そうです。また、Z の文字が。よいしょ。はい。先生が今、オレンジ色で印をつけたとこ。OK? ここの部分にあるよね。つまり、ここの角と、よいしょ。ここの角。OK? このオレンジ色同士がね、角度が同じはずです。OK? そしたらね、この142度のこの隣のオレンジ色のところ。 ここってすぐ何度かわかるよね。そうです。180から、そう、半周から142度引いてあげたら出せるよね。つまり引き算をして、そう、38度とここの部分すぐに出せるはずです。OK? そしたら、もちろんこっちのオレンジ色も、あ、38度なんだ、ということがわかるね。OK? そしたら、お、さらにわかるとこが出てきたね。どこかって言ったら、 この38度の上の角。しょ。この緑色のところ。もうここって出せそうじゃないそうだよね。だって、上から下まで82度って分かってたよ。ということは、そうです。82度から38度引いてあげたらいいよね。うん。引き算してみよう。82から38引きましょう。引き算すると、これが44度と分かるはずです。 OK? そしたら最後。最後は、そう、上半分だけ見てあげたらいいんだね。上半分見ると、お、もう X 分かりそうだよね。そう、この44度とここの X が、そう、同位角の関係になっています。OK? こことここ、同じで右向き同士で同位角だよね。はい、同位角です。つまり、そう、そのまんま X はって言ったら、ここと同じ44度ということです。ということで、X は、 答え、44度。はい、できたでしょうかということで、こんな風にね、折れ曲がってる部分があれば、平行な線を引けばね、簡単に解くことができます。ちなみにこれってね、例えば応用問題で、ちょっとここに書いておくね。平行な線があって、ボキ、ボキとね、例えば2回曲がってるっていう問題も、難しい問題ではあります。そういう時もね、同じ曲がってる部分を通る平行な線。 曲がってる部分を通る平行な線を引いてね。あとは錯覚、同位角を使っていけば簡単に解けるから、しっかりとね、このポイント覚えておいてください。ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。え、引き続き、この角度についての問題ね、どんどんやっていきますので、これからもご視聴よろしくお願いします。ということで、次回の授業もぜひ見てください。次回の授業で、またお会いしましょう。さよなら。